皆さんこんにちは、鹿島アントラーズクラブリレーションオフィサーの中田浩二です。今日はですね、5月20日ベガルタ仙台戦がアイフルホームさんの冠試合、冠試合開催ということで、その開催にちなんだ特別企画ということでね、選手にいろんな家の話を聞きたいなと思っております。早速ですけども、選手を紹介したいと思います。遠藤選手、そして久保田選手です。よろしくお願いします。お願いします。まずはね、20日アイフルホームさんの、ね、冠試合ですけども、アイフルホームさん知ってます？はい、もちろん。もちろん。どこに入ってますか、わかります？はい、ズボンのところに。ですよね、ですよね。ヤスはよくわかるでしょ。はい、わかる。人よりでかい、そのね、短パンでいつもここに入ってる、人より多分番宣じゃないか俺は人よりだから宣伝してんだよね、ヤスは。だから多分ヤスとミツオは人よりもアイフルホームさんをこう宣伝してると。ということで今日はヤスに来てもらったと。そういうことなんですね。そういうことなんですね。ありがたい。っていうことなんですけども、アイフルホームさん、どういう会社がしてますか？でも家を建てる、わかるよね。いまいちなんかそこにピンときてない、サポーターとかもいるかもしれないので、説明すると、やっぱアイフルホームさんっていうのは、新築、主に新築ですよね。新築の家を建てる、会社であって、チームでは、俺もアイフルホームさんで、実際に家を建ててもらいましたし、あと水尾なんかもね、アイフルホームさんで、家を建てた。ゆくゆくは2人も建てたいですね。鹿島にアイフルホームさんでこう豪邸を建てるということなのでね、アイフルホームさんもこれしっかりと聞いてるはずなのでね。あとは値引きしてくれるかどうかで、そこはね、そこはちゃんとオフィシャルスポンサーですから、アイフルホームさん、アントラーズのね、ということでね、しっかりとその辺もやってくれますので、ぜひね、いいこといっぱい言おう。アイフルホームさんでよろしくお願いします。で、実際に去年もこのアイフルホームさんの冠試合をやったんですけども、その時は俺がその去年建てた家のことをね、言った冊子を作ってもらったりとか、それを試合の時に配ったりっていうのもあったんですけども、今回はお二人にいろいろ語ってもらおうということで、試合の前、そして試合の日もな、出すのかなっていうことなので、よろしくお願いします。ということでね、今日のトークテーマは理想のマイホーム、理想のマイホームです。カズネはまだイメージ湧かないかな。そうですね、なかなかイメージ湧かないですね。ヤスはもうファミリーですから、家族がもういますからね、なんとなくもうイメージしてると、結構家でもこういう家建てたいねみたいな、やっぱ会話になるね。はい、絶対なりますね。ということでね、事前にちょっといろいろパネルを見てもらった中で、2人の理想のこういう家がいいなっていうのをパネルで選んでもらいましたので、ぜひ出してもらえればなと思います。はい、どうぞ。カズネは2つあるけどね。まずヤス、どんなところが？いや、平屋ですね、僕は。平屋がいいなと思っているので、さらに言うと平屋をもっとでかくしてで、ガレージが欲しいなと、で、あと庭が大きいのがバーンってあれば、こういうなんか森、緑はいらないなと。大変だからね。でもね、平屋って一番の贅沢ってね、家建てる時の言う人もいるぐらい、でもこれだとうち子供が多いんで、部屋がない、はい、部屋がない、足りないんで、もう一個ぐらいこう欲しいなと。そうだよね。あとやっぱ庭も広い方がいいですね。家でキャンプとかいいですね。好きだもんね、キャンプ、バーベキュー、バーベキューとかするんだったら、やっぱそういう、野菜とか作るところとかも必要になる。そうですね、それは老後のあれ、楽しみというか取っておいて、そういうのもできるように庭は広くあってくれた方がいいかなと。あとなんかこだわりとかってあるの、他に？はい、広い日差しが入ってくる、日差しが入る、あ、日差し、はい、そこをめっちゃ大きいのにしたいんですよね。ガッて開けたいんですよね、うちみたいに。あ、そうそうそう、小井さんみたいに。結構うちのでかいから、ね、そうそう、だから小井さんの家一回見に行ったじゃないですか、
結構自分の中でいいな。いい家だったでしょ。あ、いいね、あそこはだからうちのこだわりだから。いやあれいいですよ。でかい、あれですよね。そう、窓ガラスを入れてもらうっていうのはね。俺あれいいな。そう。結構高かったでしょ。そうだね。それは。そうだな、あとだから庭もそうだね、うちも庭広めに、あと木とかはあのウッドデッキの感じ、そうウッドデッキもね、いいですね、そうこれもウッドデッキあるんですけど、これぐらいあってくれた方が外にも行きやすいし、外から中に家入るのも楽だし、まあ、子供たちはすごい住みやすいかなっていう意味を考えて、僕は平屋が、なるほど、いいかな。カズネは、いや本当僕は、まあ、この大豪邸チックなまず要塞みたいな、まずそっち側から行こうか、こっちから要塞みたいな、これはすごいよね。まず中庭っていうのに惹かれちゃって、うん、なんか中庭っていうだけでかっこいいじゃないですか、うん、いや考え若いまあ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 、いいね、まあまあ、今時今時、まあ、中庭でくつろげるスペースと、もう中庭にいるってだけでも浸っちゃう自分が多分いると思うんで、かっこいいよね。かっこいいですね。あとやっぱかっこいいっていうのと、でもう一つ理想っていうのがやっぱこっちのなんていうんですか、このスペース、その中庭、中庭じゃん、庭、2階で、庭でバーベキューできるみたいな感じのが、確かにおしゃれだね、うん、よくテレビで見るよね、はい、ここで集まってワイワイしてっていうのが理想ではありますね。アイフルホームさんってどちらかというと、その何に、あのもうもともとそのある家っていうのもあるんだけど、こっちのオーダーも結構取り入れてくれるというかね、だからこういう家にしたいですとか、だからうちなんかは、まあ、とにかくあの窓をでかくしてほしい、で、あと、まあ、リビングとダイニングはちょっと分けたいとか、でも寝室と風呂とか、だからうち階段2個あるからね。そうなんですか、いや、うん、すごい、うち一周できるから、うん、家の中面白い迷子になるじゃないですか。え、初めて言ったら迷子にはなんないけど階段2個あるからすごい、だからその寝室から2階上がれるし、リビングの方からも2階上がれるしっていうことで、そういう感じだから、こっちの要望を結構応えてくれる。コウジさんの膝のことを考えてじゃないですか、あの家の構造って。そう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 、それもね、はい、ちょっとね、あるけど、なんかね、目の前通ってるけど大丈夫かあれ、はい、大丈夫です、あのいい家だねちょっと お尻向けてる、どうしたの、そう内田はちなみにどっちの家がいいと思う、うわマジ、うん、いやこっちもこっちもくれる今その交渉してる、うわかっけ、誰がいい、うわソーラーじゃん、いやこっちもそうです、そこじゃないですよでもやっぱうちではあの要塞みたいな感じになっちゃうんじゃない、すぐまいかな、ああやっぱりねやっぱりね、そういう、すいません皆さん紹介遅れました、うちだ篤人です、使えるの、ん、大丈夫なの、これ出ても、あ本当に大丈夫です、ちなみに篤人の理想の家はどんな感じなの、いや俺はやっぱ広いくて、こういうのがかっこいいな、要塞要塞やっぱりでもね、あの正直一番最初設計士から出てきたのこういう家だったの、こういう産地うちだけど目立つじゃん、目立ちますね、鹿島に、ね、東京だったらもしかしたらいいかもしれないけど、俺言っていい、車を、うん、あの家の中に見ながらね、見ながら車を見ながらってことでしょ、ブルーン分かるよ分かるよ分かるよ分かる分かる分かる、あの平屋と2階建てとかだったらどっちがいい、うん、膝に優しいからな平屋もだよね2人とも膝、爆弾持ってた階段登りよりあと奥さんが言うのは、あの台所で料理しながらテレビが見えるような配置がいい、あキッチンね、あ、まあ、キッチンとかもいろいろ分かれるからね、アイランドキッチンがいいとかさ、じゃあこれ次やるの本当帰るとき早く帰るの早い、ほんと入ってくるのと前通るな通るな、集中して、はい、集中するよということで、はい、ね、邪魔入りましたけども、はい、他になんかこういうのがあったらいいなとか、まあ、さっきキッチンとか出たけど、俺リビングは、うん、もうバンってでっかいのがいいです、
もうとにかくでかくて、でかくて、あの、人とか俺呼びたいんで、わかる。あんまこじゃれた家よりとかよりはもうでっかく、もう何人入っても大丈夫だよみたいな家の方がいいかなと、うん、呼ぶの好きだよね。呼ぶの好きですね。カズネは遠藤家は行ったことありますね、一回ある。いや、ほとんど俺呼んでますよ、寮生、うん、今年入った人はまだやってないんで呼んでないですけど、うん、大体ノウとかもヒロキとかいつきも呼んだし、うん、じゃあ若い選手を呼んで遠藤家でこうホームパーティーをやると、うん、そういうのは結構あんだ。ありますね。俺呼ばれたことないけど。ちょ、先輩誘うと気使うよね。間違いないです。逆に誘ってほしいよね。って言って俺もまだうちでやるって言って誘ってないもん、ね、え、バーベキューでやってます？家やってない、まだやってない。いや、そろそろ時期かなと思ってないけど ね、そろそろです、うん、そうだね。で、カズネは他には？僕はゲーム部屋と漫画部屋ってのが欲しくないですか？分かる。そういう部屋、趣味に特化した部屋っていうのが、ね、独身の時はそれすごい思って、分かるよ。俺も漫画部屋欲しいと思って。結婚したらそういうのもそうですか、うん、必要なくなる。じゃあ若いっすね。いや、いい、まあ、でもまあ理想としてね、そういう自分の例えば居場所が欲しいとかさ、っていう人は多分持った方がいいと思う。だから部屋数とかは逆にどれぐらいがいいとかあるの？いや、僕はもう最低限あればいいかなって。だから嫁が、うん、あの、掃除ほとんどするんで、俺しないんで、うんうん、あの、嫁がストレスない家が一番いいかなと。掃除するのも楽な。正解。一番正解、結構現実的ですもん、うん、まあ、優しい優しい。どちらかというと奥さんの方がさ、うん、家にいる時間も長いからさ、そっちがこう使ってくれる。だからうちも結局俺の意見ってあのガラスだけだからね。あ、だから俺もそのあとお風呂。あ、お風呂、あ、あ、小林さんとお風呂どんなのですか？すごい、でかい、でかい、あの、浴槽が、うん、泳げるぐらいですか？それはない、泳げはしない。子供は泳いでるよね。あ、子供は泳げる。だから浴槽だけはでかくしてっていう。あ、くつろぎたいから。あ、テレビ、テレビとかは別についてないですか？ああ、よくついてる、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 いいな、でかいよ、でかいの、テレビでかいテレビついてるんですか？ちっちゃいの。32がついてるんですか？こういうのじゃないよ。でかいでかい、想像つかないですいつでも打ちて、あ、お風呂だけ入りに、うん、そういうこだわりがあればいいかな、この2つ、うんうん、だから本当にちょっと自分がもう譲れないところ何個かっていうのはあるけど、うん、それ以外のところも 、うん、奥さんとか、まあ、カズネはこれからだけど、うん、そうが使いやすいようにキッチンとかもうで考えていくと家ってなんとなくこうできてくる、うん、でもその家を見てる時とかその作る設計士さんがこう、まあ、出してきたりとか時すごい楽しいよ。うん、絶対楽しいですよね。ちょっとずつこうな、あの、段階が、だから俺なんかは家がこう、まあ、着工し始まりました、うん、しょっちゅう見に行ってたもん。家作ってる段階、あ、ちょっとずつできてきた、ここがこうなんだなとかさ、最初こうなんか白いあの囲いのあれしかないじゃん、それがちょっとずつこう形になってくるのがすごいワクワクしてくるっていうか。ちょっと土地探しに行くか。行きますか、今から。家って一生に一度のまあ買い物とかっていうけど、そこのできていく、もちろんできた時も嬉しいけど、うん、できていく過程っていうのもすごい楽しい。だからしょっちゅう見に行ってる。でちょっと邪魔して家の中に入れてもらってでこう、うん、上がらせてもらってこう、うん、見ていくのすごい楽しいからね。多分そういうイメージを膨らましていくとね楽しいよ。こだわりなんかちょっとしたこだわり入れながら、こだわりお前その趣味の漫画ベース、漫画ベース、だからそこ譲れないんだと。そこは漫画ゲーム、うん、だから他はもう譲っちゃう。あとやっぱ庭とかね、はい、ウッドデッキとかもやっぱ、まあ、そこはもう個人のね、うん、あの考え方だし、庭とかも芝にするだとか、うん、人工芝とかいろいろね、まあ、やすなんか人呼びたいんだったらやっぱね、うん、庭も広めにしといた方がいいとかね、ガレージもね、ガレージ家って広がるんだよね。でも家で一番ねリラックスできるのはね、うん、一番いいですからね。そう、やっぱ小井さんそれはお風呂ってことですよね。そう、で、やつはリビングとか、うん、もちろん俺もリビングとかもそうだけど、やっぱそういう自分の居場所を作るっていうのも
大事だし、うんですね、だそういうのを考えながらこう家を作っていくっていうのはすごい楽しい、うん、この高橋さん家行ってみ、マジ楽しいか、行ってみたいですね、うん、展示場みたいで本当に普通の家まだ出来立てだからね、うん、今何年ですか。まだ1年ちょっと、まだ1年ちょっとか、うんうん、まだ芝生がない時に俺はお邪魔しますもんね。そう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 。今もう芝生引いて、うん、うちはだから子供と遊べるように、あとはそのバーベキューとかしたいが、はい、人工芝だと暑いから天然芝でね全部引いちゃって、でウッドデッキとかも入れて、うんうん、いやあれいいウッドデッキ、いい木使ってるよ、おしゃれおしゃれだ。まあぜひ見に来てください、はい、お願いします。ということで、いろいろ話聞いてきましたけどどうでした。土地探しに行きます、はい、あもう家建てたくなっちゃった、はいはい、一回家帰って、はい、嫁と話して、うんはい、そこが結構大事だからね、うん、いや嫁はずっと建てたいって言ってるんで、はい、そうなします。カズネは、まあ、僕はまだあんまりイメージが湧かないんですけど、うん、まあ、これからまあ、少しずつ考えて理想の家っていうのを、うん、まあ、考えていけたらいいな。でも今日ちょっとこう、はい、少しずつね、興味というか、はい、まずうちに、はい、見に行って、はい、ここで、まあ、冠試合のイベント告知をしたいと思います。今ウェブでアンケートを実施してるんですけども、仙台戦のフリークスプラスに掲載しているウェブアンケートに回答して、で試合当日に回答完了メールをコンコースの特設ブースへ持っていくと、このアイフルホームとかけるアントラーズですね、アイフルホームかけるアントラーズのオリジナルピンズセットを、もらえます。これ今遠藤選手、久保田選手持ってますけども、このこれ限定ですからね、うん、アイフルホームって入ってる、限定のピンズを、もらえます。これは、このピンズは昨年に続く第2弾ということなので、今年はファースト、セカンドユニフォームを2タイプをセットでプレゼント。昨年はちょっと違うピンズだったんですよ。で今年はこのセット、あーすごい、毎年違うから、うん、毎年違うからぜひこれ集めてほしいなと、はい、皆さんだからぜひフリークスプラスでね、今アンケート実施してますので、そこで答えて、当日アイフルホームさんのブースが出ると思いますので、そこにぜひ行っていただければなと思います。それと、まあ、ピンズだけじゃなくてね、今日せっかく2人にこのパネル理想のマイホームということで選んでもらったので、これにサインを書いて、プレゼントもしちゃおうかなと思いますので、サインをお願いします。どこに書こう、空あたりかな、家に被らないようにね。カズネは難しいな、ここら辺かな、うんうん、要塞は、あ、要塞にも書いちゃっていいですか。要塞にもお願いします。中庭に書いちゃおうか、うん、中庭に書いちゃうから自分がいる場所いや、よく見ると、うん、すごいですよね。マラソンできますから ね。はい、じゃあそのね、パネルを見せてもらって、これですね。はい。サイン入り。はい、このパネルもプレゼントしますので、ぜひ皆さん今、これ試合当日じゃなくてね、今フリックスプラスでウェブでね受け付けていますので、ぜひ、ウェブアンケート答えて、当日ゲットしていただきたいなと思っております。また、シカビックですね、当日シカビックなんですけども、このシカビックの景品として今回2点出ます。1つは、7月1日にアイフルホーム神栖店で、トークショーが行われます。このトークショーへの特別優待券を3名様にプレゼントしたいと思います。3名様で1組4名様です。だから12名様か、うん、全部で1組、4名様を3つ、うん、まあ、この4名様には指定席をちゃんと用意しますし、まだトークショーに参加した選手、まだこの選手は決まっていないんですけども、この選手と一緒に写真が撮れると
いうあの、まあ、なかなかの、ものですよね。あーですね、まあ、トークショーで、まあ、多分指定席で聞けて、はい、そして写真も撮れる、うん、まあ、この、ものが当たりますので、またオリジナルグッズですね、オリジナルグッズも当たりますので、ぜひ、皆さんシカビックにも、応募いただきたいなと。あともう一つ、ナイキ製のアイフルホーム×アントラーズのオリジナルゲームパンツ、まあ、ここにないんですけども、このオリジナルゲームパンツ、まあ、今回黒ですけども赤いやつかな、はい、これが、当たりますので、試合用のユニフォームに、うん、似たやつが当たりますので、ぜひ、それは6名様ですね、6名様に当たりますので、ぜひ、試合も見に来てね、シカビックも、応募していただきたいなと思っております。ということで、5月20日アイフルホームスペシャルマッチで、ベガルタ仙台戦ですね、はい、2時から14時キックオフの試合がありますので、ぜひ皆さんに来ていただければなと思います、はい、まあ、中断前の最後のゲームですよね、はい、もういい雰囲気になってきてるよね、まあ、まあ、J リーグに関してはまだまだ順位も下ですし、うん、まあ、勝たないと本当にこの先も大変になるので、うん、必ず勝ちたいなと、うん、まあ、いい形で、ね、終わって、はい、まあ、中段に入れるように、はい、非常に大事な、ね、試合になりますので、はい、ぜひ頑張ってほしいなと、はい、思います。まあ、当日はデジタルマッチデープログラム、フリークスプラスですね、でイベントの情報とかもいろいろと、ね、聞けますので、ぜひ皆さん、スタジアムに来ていただいて、そして選手と一緒に戦ってもらって、で勝ち点さんをね、はい、一緒に掴んで喜んでもらいたいなと思います。今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございます。